いらっしゃい。どうぞおかけになって。これが次のフライトプランです。そんなに苦い顔しなくても。お砂糖少なかったかしら。ほんの冗談です。今回は粛清執行をしろというのではありませんよ。把握している状況はそこにある通り、先ほど秋葉原上空に彼らが現出しました。軍が民間人の頭上での交戦をためらっている間に、現場では次々と神隠しが起こって。え？ええ、そうです。そう、人さらい。敵はラバーズとチャリオットですよ。連合の隠蔽工作もとうとう無駄になってしまいましたね。現在は羽田の部隊が交戦中です。我々は援軍という扱いになります。羽田とは何度か接触してきましたが、連合の中では独立性が高いようです。信頼していいでしょう。わずかながら味方地上部隊も展開中とのことですから、うまく連携してください。市街地での戦闘は初めてですね。建物に気をつけて。いってらっしゃ。あら、せっかちですね。ヘクター、お砂糖いくつ入れましたの？お申し付けの通り9つでございます。やっぱり足りなかったかしら。いやはや。あれでした。ずっと顔色がしぐれないようでした。 E カップの底に泥のように堆積する角砂糖を、お前は想像できるか。あれを飲んだのですか。知ってるのか、あれを。溶けきらないほどの砂糖を放り込んだ。何が紅茶だ。マリアに酔う砂糖水だ。そこの方に粘性があったぞ。全部飲んだのですか。お前、上司の下手者に手をつけないわけじゃないか。信じられません。作戦前にそんな。大責任を決めてくれてる。いよいよ本格的に戦争か。そういう話はいいのか。いいじゃない。その手の話は上がするでしょ。あれ、お前までこんなだっけか。この状況で屋上に対空砲を置いたのか。下の連中には感謝しねえとな。高徳王と結婚か。準備のいいこと。手回しに力を。あそこ飛んでるのシールだ。そのようですね。つなぎましょうか。あ、シールドだったな。聞こえるか。するし、どうやるか。ジャミングがひどくて、こちらからはちゃんと探れなかった。だっそう。この辺りはお箱ですから。いい子だ。それよりシールド、手順は多いが、お金が少ない。人質と誘拐犯はどうした。肉の奴らが急上したが、離脱したラバーで、ここの戦力に最低制限しているな。了解した。何にせよ、とりあえずはここの掃除だな。望みの巣ですか。気が抜いてきた。お砂糖のせいかしら。そんなようなもんな。温厚だな。ここであの巨体は制御できない。それならビルの影から狙い撃ちってわけね。我々の真似事さ。潜伏期間にいろいろと学んだよ。
数は多いし脅威ではあるが、向こうから仕掛けておいて本当に本体か。おや、言うようになりましたね、マスター。深読みの癖までお付きですか。誰のせいだ、誰の。囚われた人間も取り返したとのことですし、このまま終わっては確かに拍子抜けではあります。謹慎かもしれないが、勝ちすぎてるな。はぁ、珍しく綺麗に終わったか。どうだ、レフィ。いますね、下。来ますよ。ほら、いい加減飽きたぞ、このパターン。いや、なんか妙だ。一石？逃げるつもりか。おや、逃がすおつもりですか。冗談もいいとこだ。そうでなくては。あれでも宇宙戦艦だ。逃げに徹されたとなれば我々の翼では。だが本当に手がないというなら Y1 は動かないでしょ。俺たちみたいにな。それじゃあナバホよ、あんま規定はしてないけどよ、とりあえずは任せたぜ。